皆さんこんにちは、ひろじゅんです。今日は恋愛と結婚は別問題のお話をしていきます。で、私はね、37歳から婚活を始めて39歳でお見合い結婚しました。で、その後結婚相談所を始めて、この仕事、まあ婚活応援の仕事を8年ぐらいやっていて、でその間に、まあ、不妊治療3年して43歳でも奇跡一児のママになりました。で、まあ、そういうね経験プラス、まあ、あの婚活応援を仕事としている経験を踏まえて今日はお話をしていきます。なので、何ていうか、こう結婚したい気持ちはあるけど、もしかして私恋愛をしたいだけなのかもみたいな、こう漠然とした悩みっていうか持ってる人にぜひ見てもらいたいです。何かしらヒントになることがあると思います。じゃあ今日はね、実例を一つ挙げてお話しします。一緒に暮らそう、俺仕事辞めてきたから。これね、この言ってる人はね、すごい好きな人ね、好きで、まあ、お互いのいいところも悪いところも知ってて、で、まあ、一緒にいて楽しくて気も合うし、まあ、もちろん喧嘩もするけど、でもまた仲直りできて、まあ、好き好き好きね、ずっと一緒にいられたらいいなっていうような、人。でもこれさ、どう、これ聞いてどう思います？こう言われたら。で、これが例えばさ、20代でこの出来事があったなら、私その時ね、まあ、学校に勤めてたりもしてたんで、ええよって、私頑張ってみたいな言えたかもしれない。でもこれね、30超えてたよね。その時にね、私はえってえっていう感じよね、心の中はそういうことじゃないっていうねえ、なんていうか、みんなやったらどうですか、私はもうそういうことじゃないみたいな、一緒にいれるのは嬉しい、ね、嬉しい気持ちもある。でも、まあ、その時の私の気持ちとしたら、自分のさ、まあ、いろいろ経験してきて、30超えて仕事もさ、転職したりなんやかんや経験して、アルバイトもたくさんしたし、でそんな中で自分の力量を分かってた。なんていうか、一人の人を養いながらね、だって一人暮らししてるだけで精一杯やったのに、そこにさ、無職のさ、食費もかかるあのね、人がさ転がり込んできて、私いや支えていけるんかって言ったらね、もうすぐ無理やった。その時きっと、その時にね、もっと自分の力があればよかったんかもしれへんけど、まあ自分の力量も分かってたし、なんかそういうことじゃないってなったんよね。え、悲しいかな。でも20代の時やったら勢いでそのままね、いけたんかもしれん。そしてで、そのね、判断として、まあ自分に、まあ、このままその流れでね、そうなんやって言って一緒に暮らし出して、まあ、これ一緒に住むんやったらさ、結婚しようとかいう話になってなったとしてよ、でその先にね、自分の幸せな未来は見えなかったのよね、その時点で。そして自分の幸せな未来も見えないし、っていうことは相手の幸せな未来も見えなかった。なので、まあ、私の判断としたら、この人と共倒れする気はない、ごめんっていう感じやったんよね。なんていうか、そして好きの気持ちがなくても結婚あり、こういきなりみたいけど、まあ、私そしてこの気持ちにね、あのなりました。あの婚活してる中でっていうか、いろんな経験を踏まえて、好きの気持ちがなくても結婚あり、まあさ、好き好き好きの気持ちで恋愛の延長線上に結婚があって、幸せな結婚生活があればいいなってい こう願うような気持ちはあるけど、でもさ、自分はそうはなれなかったっていうか、好き好き好きの人とさね、なんかあんな出来事があって結婚するタイミングというかあったんかもしれへんけど、でもそうはなれなかったわけやん。いろんな経験が邪魔をしたのか、まあ幸か不幸かね。そしてじゃあ好きの気持ち、その逆っていうかさ、逆の視点っていうの、好きの気持ちがなくても結婚はありって私全然思います。だってさ、こんな言い方やらしいけど、好き好き好きでさ、大恋愛で結婚して大嫌いになって顔も見たくなって別れる人だっていっぱいいるわけやん。そういうもんなんよ。人の気持ちなんてどんどん変わっていくし、変化していくもんなわけやん。でその中で、まあ、これね、好きの気持ちがなくても結婚あり、だからもう好き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 じゃなくったって結婚って、まあ、もちろん好きもあっていいし、あったらいいなとも思うし、でもたとえそれの好きっていう感覚、みんな人それぞれ違うと思うけど、それがもしなかったとしても、安心できるとか信頼できるとか、あるいはこう時々好き、あ、こういうとこ好きみたいな、でも時々嫌いあるやん、そんなんねえ、向こうもあるって全然それでええんちゃうのって私思う、トータルやから、全然 OK なので、まあ結婚はさ、結局自分だけが OK じゃなくて、お互いの OK がないとあかんねんけど、お互いそれで OK やったら絶対結婚ありやんって思う。好きじゃないと結婚したらあかんって誰が決めた？好
時の気持ちなんかね、何下がっていきます経験上なくなりますみたいなね、はい、ということで結論、長い時間の中で揺れ動く心と共に生きる、まあ、これね、長い人生っていう感覚ね、人生ってさ長いやん、この先もう私折り返し地点来てんかなって思うけどね、この先分かれへんやん、あと何年か何十年かさ、誰にもその、ね、未来寿命なんて分かれへんねんけど、その中で気持ちってさ自分も相手も揺れ動いていくもんやし、だからその揺れ動く心と共に生きていけばいいやんって、で結婚したいタイミングで、あこの人とやったらやっていけそうってね、楽しくやっていけそうな気がするとか、幸せな未来が見える気がする、だってさ未来は誰にも分かれへんわけやから、確約はないんよ、誰にだってないのないんやけど、その時点でそう思えたらそれでいいやん、やってみようよって私は思う、でやってみて今9年目ぐらい、もう私のあの時の判断間違ってなかったなって自分で褒めてあげたい、あの時うだうだ言ってやっぱり好きになりたいとかさ、恋愛がうんぬんとか言って39歳の時になんか二の足踏んで婚活長引いてもうええわみたいになってたら、今の私ってないし、こんな風に語ってることも YouTube アップしてることもね、あの子供と一緒に暮らしてることもなかったわけやからね、あの時の決断を私はねもう褒めたたえてあげたいんやけど、でその中にはさっきのさ、で好きの気持ちがなくてもっていうところらへんをねがあるわけで、これ言ったらさなんかって衝撃を受ける人もあるかもしれへん、結婚ってそんなんでしていいんですかみたいな、うん、誰が決めた、そんなしたあかんとか自分が決めればいいだけやねん、自分が良かったらそれでいいし、相手と自分の気持ちが合致すればそれでええわけやん、難しく考えすぎ、婚活でなんかこうなんていうの、右往左往してる人って難しく考えすぎ、自分の気持ちもそうやし、なんか結婚とはみたいなとこも難しく考えすぎないやと思う、自分が OK なら OK やねん、ね、自分で OK 出そうよって思う、うん、そして、まあ、私思ったのは、そらさ好きな人とあの時結婚してたらとかさ、そんなん分かる、うん、どっちか一個しか選ばれへんわけやから、過去のこと振り返ってもしょうがないし、それやったらなんていうの、もう今回の人生はこの人と一緒に生きてみようって、うん、そういう感覚でいいのかなって思う、もちろん途中でそれが終わることもあるんかもしれへんけど、ひとまずその決断をしないことには、結婚ってね、特にアラフォーになってきたらほんまもうねその一歩が出ないです、結婚っていうね、ほんまえいっていう勢いつけていかんといけないです、でその勢いつけるためにさっきのね好きの気持ちはなくても結婚ありっていうのをちょっと持ってたら、なんか勢いもつけやすいのかなって、うん、それでね別に何にも後悔してないです、私その、パターンで行きましたけど、何の後悔もないし、よかったなって思っています、はい、何かしらヒントにちょっとでもなることがあれば嬉しいなと思います、で今回の動画良かったなと思ったらぜひチャンネル登録もしてください、じゃあまた。